第152回ホッケチャンネル、どうぞよろしくお願いいたします。現在は立正暗黒論の拝読として第2弾を進めております。第2等、つまりは主人の発言においては4種類の経典より7つの門が引かれていますので、今回よりその1つずつを挙げていくことといたします。第2弾の経章の1つ目は金光明最小王経四天王五穀本からの引用です。本文へと入ります。金光明経にのたまわく、その国土におきてこの経ありといえども、いまだかつて流布せず、舎利の心を生じて聴聞せんことを願わず、また供養し尊重し散断せず、支部の主自教の人を見て、またまた尊重しないし供養することあたわず、ついに我らおよび世の眷属無料の書店をして、この人人の妙法を聞くことを得ず、甘露の味わいに背き、消防の流れを失い、意向及び聖力あることなからしむ。握手を増長し、人間を尊厳し、生死の川に落ちて、涅槃の道に背かん。世尊、我ら死を並びに、もろもろの眷属、および夜叉等、格のごときことを見て、その国土を捨てて、王吾の心、なけん。ただ我らのみこの王を赦きするにあらず、必ず無料の国土を守護する初代善人あらんも、皆ことごとく赦こせん。すでに赦離し終わりなば、その国、まさに、主樹の祭下ありて、国威を喪失すべし。一切の人種、皆前進なく、ただ、軽薄、雪害、心情のみあり、互いに相、暫転し、曲げて罪なきに及ばん。疫病流行し、水星しばしばいで、両日並び源氏、白色常なく、国脈の二項、不祥の相を表し、星流れ、地動き、意のうちに声を発し、暴雨悪風自節によらず、常に飢饉に相て明日実らず、多く他方の恩族ありて国内を侵略し、人民もろもろの苦悩を受け、土地として諸楽のところあることなけん。以上。現代語訳へと移ります。金光明最小王経四天王五穀本では次のようにあります。なお、
この金光明教の引用の部分は四天王の仏に対する発言であります。ある国土には国王がありて、その国にはこの経が伝わっていますが、全く広まっていません。国王も人民もこの経から離れて捨ててしまい、帰り見ようともせず聞こうともしないのであります。この経を供養したり尊重したり賛談しようともしないのです。この経を伝え広めようとする出家在家の男女を見ても、人々は尊重せず供養することもありません。そこで私たち四天王および我々に付き従う者や多くの天の神々たちは、尊くありがたいこの妙法の教えを聞くことができないのです。そのため人々は私たち、つまりはここでは四天王のことです、私たちの身を養う正しき教えに背き、正しき教えの流れを失い、我々の権威や勢力もなくなってしまいます。そのようになると、この国には地獄、餓鬼、畜生、修羅という悪種によって悪しきことばかりが増すのです。そして人間界、天上界の良き心は減って衰え、すべての人々は皆無明と煩悩の世界に落ちてしまい、悟りの世界に背くことになります。世尊よ、私たち四天王や諸々の付き従う者、夜叉などは、このような国王や人民の不信のありさまを見て、その国を捨て去り、これを守護しようとする心を起こさなくなるのです。ただ私たちだけがこのような不信の国王を見捨てるのではありません。その国を守護する数多くの諸天善人がいたとしても、皆すべてが国を捨てて去ってしまうのです。すでに私たち諸天善人がその国を捨て去ってしまえば、その国には種々の災難が起こるのでありましょう。国王はその位を失うこととなるのです。すべての人々は良き心を失い、縛る、殺す、争うことをします。互いに相手を悪く言い、罪のなき者を陥れるようなことをするのです。疫病が流行します。彗星がしばしば現れるのです。太陽がひとときに二つも現れます。日や月の動きが一定とならないのです。黒と白の二つの虹が現れて不吉の相を表します。星が流れるのです。地震が起きます。井戸の中から異様な声が聞こえるのです。季節外れの悪しき暴風雨が起こります。常に飢饉が続き、苗も実もならないのです。外国から多くの音族が攻めてきて、国内を侵略します。そのため人民は多くの苦しみを受け、安心して楽しく住めるところはなくなるのです。以上、経文。第2弾におけます一つ目の経章を取り上げました。四天王による仏への発言であります。
国を守るはずの書店全人は、人々が正しい教えを信仰しないために、国を守ることをやめて帰ってしまい、そのような状況においては、種々の災難が起こることを示しています。金光明教においては、国王がその地位を失う、人々が悪しき行いをする、疫病が流行する、などの13種類の災害が設置されています。その発生要因は、人々が正しき教えに背き、正しきを失ったことにより、褒美を受ける四天王も、意向、勢力もなくなってしまうことです。すでに前回には、主人における災害発生のメカニズムを示しましたが、廃焼規約による全人社国、そして最終的には悪鬼地裁として種々の災害が発生することが明かされ、教文による証拠としても同じことが示されるのです。このようなことが主人の発言における教証として引かれております。以上、第2弾における一つ目の教証を挙げました。書店全人によるこの国土の守護がなくなれば災害が発生することが示され13種類の災難が挙げられているのです。なお立正安国論の略本における金光明教の引用はこの一箇所のみであります。次回第154回の予告でございますが、立正安国論拝読の10回目として第2弾における教証の2つ目、今回の続きを拝読いたします。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。